次次次行きましょう。みなさーん、藤井葵です。さあ本日は4月1日なのですが、これより新元号が発表されるそうです。なので新元号が発表される前に、葵が考えた最強の新元号を予想しつつ、新元号の発表を待ちたいと思います。ずんちゃかずんちゃかずんちゃか出たその謎の入場音、新入場音、ちゃんちゃかちゃんちゃんねえ、なんか聞いたことあるんですけどねえ何しに来たの。さあ今日は先ほど菅官房長官が発表した新元号をブラザーに発表する係で来ました。それいる？それだけのために来ました。それいる？さあ早速ブラザーが考えた最強の新元号を発表していただこうじゃありませんか。いいよ一人で。なんでさ、こう台本を無視していく感じ。はい、じゃあ葵が帰ります。ずんちゃかずんちゃかずんちゃか。今日は葵が3つ新元号を持ってまいりました。まずはこちらです。じゃじゃーん。なんかすごい物騒な感じになってるけど、アンパン。ん？アンパン元年。どう？どう？なんかネットであのね、アンっていう字が入るみたいな話を聞いたので、アンを入れて、うん、あ、でそれで葵の今日の朝ごはんがアンパンだったので、アンパン。どうですか？安全のアンにこう、犯罪の犯でなんか反対の言葉がこうぐちゃって入ってるけど大丈夫？うん、大丈夫。いやもうアンパンはないと思うな。でもさ、あの可愛いじゃん、あの響きがアンパン。わからんでもないけど、言い方、はい、次行きましょう。いや今のでね、正解を導き出してしまった気がする。いや絶対ないから。でもね、まだね、うん、2個あるの、あの角度をこうぐんとね、こっから高めていきたい。まあね、こうどれかが当たればみたいなとこあるからね。お次は、はい、じゃじゃーん。決闘？デュエル。デュエル。デュエル元年、どう？デュエル元年。そう、あのね、いつまでも戦う気持ちを忘れないためにこのような言葉にしました。何と戦うのよ。デュエル2年、デュエル3年。長い長い、ずっと試合してるやん。でもあれだ、あの小学生とかさ、うん、喜びそうじゃない？デュエル元年に生まれた子とかはさ、もう僕はデュエル生まれなんやってこうずっと引きずっていくことになるんやで。はい。で最後でね、あのね、的中精度を 90% から 100% にこうグッと引き上げますから。0% からね、 100% に引き上げる、ね、90から 100% に。はいはいはい。じゃあラストはね、はい、渾身作、じゃじゃーん。あ、例の富樫元年。どう？なんかかっこよくない？富樫元年。いや、やっぱりあのね、新元号の年ではハンターハンターをこう毎週読みたいなっていう気持ちがこう葵の中で強すぎまして、もう国を挙げてな。そう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 、嫌なプレッシャーの書き方するわ。富樫ってつけましたからね。読みなさいよみたいな。そうそうそう、葵がこうプレッシャーをかけていく、どんどん国層出てな。国層って何？国層って何？国層で。あ、国層でか。国層かと思った。いや他にもね、あのね、チーズドッグとか、あの、ハヤとか考えたんだけど、どう？ハヤって、ハヤってでもすごいいいと思わない？あの、ハヤ1年、ハヤ2年ってこと？そうそう、ハヤ2年。そう、なんかあの、なんていうの、どんなにこう年月が経ってもこう新鮮な気持ちで、うん、いや、ハヤ2年、ハヤ3年、どう？言いやすい。絶対無理だ。あとはな、やっぱりね、もう富士、もうこれは富士。あー、まあ富士な、富士なればそらいいけど。そう、生放送でも結構みんながいや富士いいじゃないってこうみんな言ってくれてたから。なるほどね。こう、まあまあ、富士山のように大きく世界にも通用する言語になるなって思った。まあそらね、富士なればめちゃくちゃいいと思いますし、うんうん、世界でも話題になると思うけどな。そう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 、日本の象徴。そうやな。
さてさて、ほい、このね、やり取りをしてる間に、うん、なんと発表されたみたいですよ。もうついに、ちょっと緊張するね。菅官房長官が発表した、はい、なになになに、言語をブラザーに発表します。はい、はい、聞きます。令和。え、富士の流れじゃないの？令和です。令和まだ続いてチャンネル登録はこちらからお願いします。ん、菊之丞、これカメラ近くない？あ、ごめん、ちょっとズームしすぎとったわ。